まさかこんなことになるとはな。こんなことになるとはな。最悪だよ。最悪だよ。何ですか。そっちから先にどうぞ。そっちからどうぞ。そっちからどうぞ。そっちからどうぞ。どうぞ。じゃあ一言言わせてもらいますけどね、その喋り方なんとかならないんですか。お前が言うなよ。今まさに俺もね、それを言おうとしてたんだよ。あー、一緒にしないでくださいよ。こっちのセリフだよ。なんでなんだよ。なんでこんなやつと浮気したんだよ。浮気、ちょっと待ってくださいよ。浮気は自分でしょ。本命の彼氏はこの僕なんですからね。そんなわけないだろう。静香は俺のこと愛してんだよ。僕のこと愛してんですよ。俺たちはな、付き合ってな、もう5年も経ってんだよ。え、なんだよ。5年も。そうだよ。だから俺とお前じゃな、全然違うんだよ。いや、そういうことじゃなくて。なんだよ。僕も5年付き合ってんですよ。嘘だろ。嘘なんかじゃないよ。どういうことだよ静香。どういうことだよ静香。俺がお前のことどんだけ愛してると思ってんだよ。俺がお前のことどんだけ愛してると思ってんだよ。お前なんかよりな、俺の方が愛してんだよ。何の愛してんだよ。なあ静香、俺はお前の名前をタトゥーで入れてんだぞ。そんだけ愛してんだぞ。僕だってな、タトゥー入れてんだぞ。マジかよ。胸にワンポイントワニのタトゥーを。ラコステじゃねえ。それだけな、お前のことラコステんだぞ。意味わかんねえ。ラコステンだぞって愛してんだぞみたいに言うなよ。だぞだぞじゃねえよ。静香、俺は静香のためだったら死んでもいいと思ってんだ。俺だって静香のためだったら誰かが死んでもいいと思う。お前が死ねよ。だぞだぞじゃねえよ。静香、お前のことが好きすぎて胸がはち切れそうなんだよ。お前のことが好きすぎて胸のワニがはち切れそうなんだよ。ラコステどうでもいいよ。裏っかいっちゃいそうなんだよ。ワニは死んでも裏っかいねえよ。そんだけお前をラコステんだぞ。意味がわかんねえっつってんだろそれ。まあ、静か、お前のことを考えると夜も眠れないんだ。お前のこと考えると夜しか眠れないんだ。夜は寝んじゃねえか。もう日中全然眠れないんだぞ。だって普通じゃねえか。コンビニでアルバイトをしてるから全然眠れないんだぞ。だって普通の生活じゃねえか。古いものを前に新しいものを後ろにしてんだぞ。陳列棚のせいでかどうでもいいから。唯一の楽しみはお客さんがこうジュースをこう取ろうとした時に裏からこうやって補充してガシャガシャガシャって、おお、びっくりした。そんなことしてんの。びっくりさせんのなんで、向こうが興味持ってこうやって覗いてきたら裏からこうやって怖えよ。でそれをちょっとずつちょっとずつこうやってずらしてラコしてんだぞ。それ何なんだよ。静か、俺はお前の頭の先からつま先まで全てを愛してんだよ。俺だってつま先からかかとまで足だけじゃねえか。つま先からかかとは。静香、もしも君が月ならば僕は太陽となって照らし続けるよ。静香、もしも君が DVD なら僕は DVD プレイヤーになって再生し続けるよ。例えおかしいだろ。もしも君がアスカなら僕はチャゲになってハモり続けるよ。例えおかしいって。もしも君がサングラスならタモリになってかけ続けるよ。それ嬉しくねえだろ。もしも君がカルビならお客になって食べ続けるよ。楽しんでんじゃねえか。もしも君が腕時計ならお風呂の時は外して入るよ。なんだそれ。外しちゃダメだろ。トワリちゃんもね。うそよ。なあ静か、お前の好きなものは全部わかってるし、やってきたつもりだよ。香水だってお前の好きなカルバンクラインのやつをつけてるし。僕だって84つけてるし。香水じゃねえだろ。こうやってシューって。それ脇につけるんだよ。シューって脇につけるんだよ。こうやってこすって脇につけるんだよ。こうやって脇につける行ってきますって。プーンくせんじゃねえか。行ってきます。プーンくせんじゃねえか。プーンプーンプーン、くせんじゃねえか。最終的にここからプーン。ラコステもくせんじゃねえか。ラコステんだぞ。それ何なんだよ。ラコステンだぞってうるせえなお前。ファッションだってお前の好きなサイラスとかシュプリームとか裏腹系だし。僕だってジャスコとか。デパートじゃねえか。ヨーカドーとか。デパートだろ。裏腹な気持ちどうすればいい。裏腹の意味間違ってるよ。音楽はミーシャとかウーアとか R&B が好きなんだよな。洋室とか洋八とか B&B が好きなんだよな。漫才師じゃねえかよ。静香はな、R&B が好きなんだよ。リズム&ブルースはなんだ B&B って。ボケ&ブルース。ブルースおかしいだろ。ボケとツッコミだろ。毎年誕生日にはお前の好きなバラの花を送ったよな。毎年誕生日にハムを送ったよな。お歳暮じゃねえか。ハムの人って呼んでくれたよね。嬉しくねえだろ。でもね、あれ本当はベーコンだったんだよ。どっちでもいいよ。だからベーコンの人って呼んでくれる。それも嬉しくねえだろ。ベーヤンって呼んでくれる。あだ名にしなくていい。ベーさんって呼んでくれる。発展させんな。ベー師匠って呼んでくれる。鶴瓶じゃねえかよ。鶴が学ぶって呼んでくれる。鶴瓶の本名じゃねえか。覚えてるで。何がしてんだよ。ラコステンだって。何なんだよそれお前。ダーゾーじゃねえよ。覚えてるか、俺たちは桜の綺麗な公園で初めてキスをしたんだよな。俺たちは桜金蔵の講演会で初めてキスをしたんだよ。どこでキスしてんだよお前。小山ラコステンだと。遊園地だよ。
なんだラコステンだ。ああうるさいうるさいうるさい人がいるな、さっきから。なんだうるさい人がいるぞこの部屋に。さっきからブッチブチブッチブチ人が言うことになんか文句つけてきてさ。おかしなこと言ってるからだろ。はあ、はあ、やっちゃうかやっちゃうかやっちゃうか、これやっちゃうか。なんだやっちゃう、久しぶりにやっちゃうかこれね。え言っておきますけどね、僕はねこう見えてもかなりのね格闘技マニアなんですからね。格闘技だ。総合格闘技3年やってますよこれ実は。やれるもんならやってみる。そんな態度でいいのかな。やっちゃうかこれ。やれるもんならやっちゃうか。はい、いきます。はい、始まりましたよ、始まりましたよ。もういいんですか。これ言っときますけどね、これ人間っていうのはね、はい、こっちにね重心をねやられたらね、もうこれねこっちに投げられたくないからね、右足に全部重心かけますから、その重心のかかった右足をねこうやってね足をかけてやればね簡単にね投げれないぞ。全然ダメじゃねえか。残してんだぞ。それは意味がわかんない。ギタがこんな弱いやつ。やめて。え、大丈夫。はい大丈夫。そんな、ごめんなさい。はい、私のせいでこんな目に。ちょっと待てよ。もう二度とこんな男と会わないから許して。はい、許します。ちょっと待ってくれよ。俺のどこがこんなやつに負けてるって言うんだよ。全体的によ。お前が答えんの。そういうことなの、ごめんね。分かったよ。もう二度と君の前には現れない。さよなら。さよなら。お疲れした。黙れ。ありがとう。いやいやいや、お疲れさ。無理言っちゃってごめんね。いや全然。いやでもさ、これで別れられたんじゃない？だといいけどね。いやでもしかし気持ち悪いよな。今時さ、その彼女の名前とかタトゥーで入れたりする？ましてやさ、ラコステのタトゥーなんて入れてるわけないじゃん。それをさ、おいラコステじゃねえかよ。だって本当気持ち悪いよね。気持ち悪いね。あ、じゃあこれ約束のお金。いやそれなんだけどさ、やっぱ受け取れないわ。なんで？本当に俺と付き合ってくんないかな。え、いや実はさ、俺前々から好きだったんだね。でほら彼氏と別れられたわけだし、改めて好きだ、付き合ってください。絶対無理。おお、なんでだよ。気持ち悪い。僕ね、本当はね、ワニのタトゥーじゃなくてね、ヒョウのタトゥー入れてんの。プーマ。